死ねばいいのに、死ねばいいのに、みんな死んじゃえばいいのに、死ねばいいのに、死ねばいいのに。お前たち久しぶりだね。おはやよ、佐々木さこやよ。本日はお集まりいただき誠に申し訳ございません。怒っている、怒りがぶち破っている。佐々木は忖度っていう言葉知ってるかな。みんなは配信主を立たせる、そんな配信をみんなで作れたらどんなにいいことかわかるかな。皆さんさすがに一発アウトで即終了はないと思う。佐々木は怒っている。なのであまりにも空気が読めない佐々木っつたちにもう一度チャンスを分けてやる。10位以下なら配信終了、これでもわからないやつはわからせてやる。ここからは余裕ですよ。アイテムが中間でもいい感じのが出る。おっと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 、おっしゃ、はい、6位、7位以下でもいいけどね。プ、あんなにミスったのに佐々木に負けてやんの。はい、お前らできーん、うち以下できーん。じゃあなー、まだ大丈夫だね。こんなにお前どこにまでもいるねー。あ、やばいやばいやばい、こいつこいつマジでやばい、こいつほんとやばい。なそんなことがあっていいのか。だがすごい、待って、ちょっと待って待って待って、あいつやべえ、ふざけるな、お前ダメじゃん、あかん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 、おいやめろ、スターに囲むのやめてくれやめてくれ。ずい、いや、あのモートン弱いだろ。あんなことをしてくるけど佐々木にはやっさり抜かされる。恥ずかしい恥ずかしいよ。しっかり名前と姿映ったからね。ふん、お前ら残念だったな。そうやってもやった下り顔で、残念ながら下には下がいるようだ。無敵、ちょっと大通りになりすぎ。うちは負けない、うちは負けねえ。そんな卑劣なことをするやつがいたとしても。7位以下じゃないよ、タイトル見て、10位以下だよ。うん、文字読めない、日本語、数字は世界共通みたいらしいけどね。もしかして皆さん宇宙人でいらっしゃる。いただきさこやよ。ふんふんふん、低評価、プ、そんなことでしか佐々木を攻撃できないの？雑魚だな。それがダメージに加わるとでも思うんか、低評価。お前らほんと雑魚だね。増えてら増えてら、雑魚の数が、雑魚カウンター、雑魚数カウンターだな。はい、スイーツキャニオン。おーおーおーおお、さすがにさささささのさささ、大竹林でございますわ。おーしゃ、スイーツキャニオンで女子力高めながら1位取っちゃおー。ふい、怒り 100%？ 佐々木を泣かしたいならゲームで勝つしかないみたいだね。ふっ、ミスった、ジャンプとアイテムの
ほほほほほ、笑みがこぼれる、可愛くてコーラーで可愛らしい。うん、おい、うちもスターなんだよね。うんだよべー。いけいけいけ。おお、取られた。だけどうちはここのキノコを持っているので、なんら問題なし。はい、ぐーい。ふーん、やるじゃん。あ、なんか無敵入ってた。残念、ごめんよ。ふーん、やるじゃん。みんなちょっとワクワクしてんじゃないの、このやられよう見て。あ、これさっき終わったなって。そんな希望を打ち砕くのがとても楽しいんだよね。演出、すべてが演出、すべて台本。お前らは全員エキストラ。アイテムはしっかり取らせていただき、出ちゃうんだよね。11位だけど、うん、日野さんがよ。おうおうおお、ニヤニヤしてるみんなの顔が見えるぜ。メガネかけてんだろうな。思春期ニキビも大量なササキッズ。そんな思春期のみんなを打ち砕くのがササキの趣味。とても楽しい。ほうほうほう、抜かしやがる、抜かしやがるよ。ここでアイテムを取れたらもうオッケーなんですよね。待ってください、ちょっと待ってください、待って。ああ、そんたく、滅び